皆さん、ヤッホーディックチャンネルのアデクです。今日は。<ー>テストのためのロミの勉強法。 あのね、これ、めちゃくちゃずっと前から視聴者さんからリクエストもらってて、まあ、いつもね、あの、ロミテスト結果の時に勉強法とかね、紹介してたんだけど、もっと詳しく教えてほしいっていうね、人がたくさんいたので、今回、詳しく、ロミが毎回テスト期間、どんな感じで勉強して高得点を取ってるのか、皆さんに教えちゃいたいと思います。少しでもね、みんなの参考になればいいなって思うので、ぜひ最後まで見てください。それでは、スタート はいじゃあまずはね、まあ、みんなもう知ってると思うんだけど前回のテスト結果 が学年で、位を取ることがででで、きたんですよねでそれでみんなね、コメントでね、りくちゃんってやっぱ頭いいんだね、すごいっていうコメントがあるんだけど、もうね、あの、ロミって大して頭いいわけでもないんだよね。元から普通に勉強苦手だったけど、自分に合う勉強法を見つけて、勉強頑張って1位取ったって感じだから、まあ、勉強が苦手な人でも、普通に頑張れば1位取れると思うんですよ。まずはやる気、自分が何位取りたいのか目標を決めて、やる気出して頑張るってことですね。まあ 分かりやすくちょっと教えていきたいなと思いますまあメインは暗記系科目ですね私暗記系科目と数学がめちゃくちゃ得意でで国語がかなり苦手なので国語で八十点以上取ったことがないので国語はあのもう本当に教えない方がいいですね私の勉強法なので国語以外の教科でやっていきたいと思いますでえっとこれねロミの自分に合った勉強法だからまあこれそのまま全部参考にしても高得点取れなかったよって言われてもやっぱり やっぱり自分に合った勉強法を探すのが一番だと思うのでちょっと参考にして自分に合った勉強法を探すっていう形でやった方がいいんじゃないかなって思います で、もしね、皆さんのあの自分に合った勉強法とか見つけられたら、ぜひコメント欄に書いてください。はい、よし。じゃあ、早速なんだけど、最初は理科とか社会の暗記系科目からちょっと、あの、教えていきたいなと思うんだけど、まずね、あの、テスト期間に頑張るのもあれなんだけど、授業中にちゃんとノート取ったり、 ここ大事なんだなっていうところを覚えておくのも大事だと思うんですよね。急にテスト期間中に、あ、ここ大事なんだって思っても絶対にあんま覚えられないと思うから、なんとなくでいいから、授業時に、あ、こういう人いるんだな、みたいな人物とかだったら、あ、こういう人いるんだな、みたいなこういうことをやった人なんだなって、ちょっとだけでも頭に入れておくとテスト期間でも違うと思います。あ、で、あとおすすめなのが、ファイルも分けることがおすすめです。私、中学校くらいまでファイルを一個だけ持ってって、 その中に全教科のプリントとかお手紙とかをね。入れてたんですよ。もうこんな分厚さだったの。ファイルがパンパンででもね。テスト期間になると探せないじゃん。こんないっぱい。 いもう探そうと思うだけでやる気なくすから分け始めたんですよこれがテスト勉強用のルーズリーフとかでこっちは普通の学校のお手紙入れるやつとかこれテスト勉強に使えそうなペリント入れるやつとか決めてるからかなり勉強しやすくなりましたねでこれの他にも、まあ、見せられないのとかあるんですけどあと3つくらい学校にファイルを持ってってますで分けてますねそう分けるだけでもね全然違うと思いますあのー、もうね 中小学校の時は探すだけでもやる気をなくして勉強してなかったので本当に分けてよかったなって思いますねはいじゃあ世界史からいきましょうまずは授業中どんな感じでノート取ったりしてるのかですねで世界史はロミの学校ねあのプリント が多いんですよだからそのプリントを制限しながらちょっと見せていきたいなはいじゃあまず授業中どんな感じでノート取ったりメモしたりしてるかって感じなんですあのしてるのかっていうのをね教えていこうと思うんですけどであのロミ目線でね見れるようにねカメラ置いときましたはいまずまあ普通に教科書ノート用意してでやっぱり教科書って太字で書いてあるところが大事じゃん絶対にそれを赤で書きますで他には自分で大事だなって思うところも赤で書いていきますで で基本的に使うのがこのシャーペンと赤ペンのみなんですよたまーにマーカー使うかなくらいであんまりカラフルにはしたくないので逆に分かりにくくなっちゃうから、まあ、おすすめは1色ですね1色、まあ、多くて2色くらいに分けた方がいいと思います、まあ、この2本あれば勉強できますで例えばこういうさ太字で書いてある、まあ、ここはじゃあ絶対旺盛にしときますこう書いて おーせー。 であとあのめっちゃ字汚いんだけど、まあ、先生とかに提出するあのプリントとかだったら、まあ、結構真面目に綺麗な字書くけどノートとかあのプリントとかだったらもう自分が読める字ならもう本当に汚い字でも全然いいと思います時間短縮ですねでこうやって単語を書いてここに意味を書きます読いつもで赤でその用語重要な用語書いてでこれの意味を横に書くって感じですね まあ適当に国王がなんちゃらかんちゃらなんちゃらかんちゃらみたいな感じでここに意味を書いてってでそしたらこんな感じでさあのどんどん同じようにやっていくとここに重要単語でこっちに意味みたいなの分かれるじゃないですか。でこっちにもまた、えー、っとじゃあ東インド会社っていう重要単語でそこに意味って書くと。 こんんな感じででね2等分にされるんですよそしたらテスト勉強の時にこれは絶対に持ってた方がいいと思う赤ペーパー赤の下敷きのちっちゃいペラッペラなやつですね100均にも売ってるからこれはマジで絶対あった方がいいと思いますそしたらテスト勉強の時にこうやってこうやって隠すと見えないじゃないですか赤で書いた文字がなくなるの だから、意味をこうやって見て、あ、これなんだっけって頭の中で考えながら、あ、絶対王星か。で答え合わせ、こうやってやると、あ、絶対王星だな、みたいな感じでできるんですよ。で、これね、あの、これ全部写しても、黒文字は読めるから、そのままこうやってやったりもできるから、マジでこれはおすすめですね。ここに重要語句書いて、で、こっちにあの意味書いて、重要語句、意味、重要語句、意味ってどんどん書いていくと、こうやって、 で「きるんでですよであれこれなんだっけ思い出せない」と思ったらこうやって答えを出すんじゃなくて「一文字だけこうやってて出してますのみぜ」で「ぜ」ぜがつく単語「あ絶対王星」だみたいな感じで覚えてますね。まあ、どうしても一文字二文字出しても分かんないっていう時は出してもいいと思うんだけどで覚えるまで次に行かない。こうやって これは何だっけあ、思い出せないな。あ、絶対王政だ。でも一回あ、絶対王政みたいな感じで。で、一通り1ページ目終わったら、もう一回最初から覚えるまで全部やって、全部覚えられなかったら、次のページ行かないで、ずっとこれやってます。うん、これが絶対王政あ、これが東インド会社。うん、これがフェリピペ二世みたいな感じで、ずっとこんな感じで、あの、無言でやってますね。声で出すのがいいと思うんだけど、無言でこうやって。 あこれが絶対旺盛であ、これはうーん、みたいな感じでやってます。で、全部覚えたら、あ、じゃあ次のページで同じように。で、次のページも全部覚えられたら、また前のページに戻って、次のページ行って、で、次3ページ目みたいな感じで、ちょくちょく、絶対にさ、4ページ目とか行くと、1ページ目の内容忘れちゃうから、ちょくちょく戻って、もう一回確認して、次、次、次って言ってる感じですね。で、これが、 授業中こんな感じでノート取ってテスト勉強の時にもあのー、こういうふうに見てるよって感じですで次にやっぱりテストってさ期末テストとかはさワークの問題出るじゃんでほらこれ中学校の時のやつなんだけどこのワークを解く時に答えを見てますロミまずこんな感じでねこれ全部丸なのは答え全部写したからなんだけど答えを見てまず問題を見ながら絶対分かんないからロミ 問題読んであ分かんないこれなんていう答えだろうと思ってまず答えを書いてその後にルーズリーフに問題を解いていくんですよね、まあ、こんな感じですこれは前回の多分テスト勉強のやつかなこうやってあの答えの部分こうやって隠しながら問題見てあこの問題の答えなんだっけみたいな感じで。 この問題が出たらこういう答えなんだなっていうのを理解しながらやると答え見ても全然いいと思うんですよであとね中学校の時にロミ問題文も書いてたのこういうノートとかにテスト勉強する時に問題文 ① なんとかなんとかの何々を答えなさいみたいな問題文も書いて,て本当にそれが時間の無駄だったなと思うんだよねあの普通にそのまま一って書いて答えだけ書いてもいいと思いますでも答えだけでも覚えられない時があるからそういう時は問題文の例えばこれだった 複雑みたいな合ってるよね合ってる合ってるリアス海岸みたいな感じで書いていけば覚えられるんじゃないかなって思いますで慣れてったらあ複雑な海岸地形あリアス海岸だって答えだけを書くって感じですもうこれもそうですねこんな感じで一サラエボ事件とか二第一次世界大戦で第一次世界大戦を矢印引っ張って機関銃を使われてよ毒ガスの噴射も使ったよみたいな。 まあ書いてありますねここにで,あで年数もあの、ね、これ1 9 1七十5なんだけど「育イ後イ」とか <laughs> 変な言葉で覚えてやった方が簡単だと思うからこうやって「育位後イタリア同盟から協商に」みたいな「アメリカ協商側として参戦」みたいなほら字汚いでしょこれいつも以上にこれ汚いんですよ字がでこんな感じでね勉強してますねあほらほらこんな感じで「1ノーベルスウェーデン」 ダイイナマイト、ベル、アメリカ、電話機の発明みたいな感じで、これ全部やってます。で、一回解いてから、もう一回、もう何回も何回も解いてってますね。で、あのー、まぁ、あ、大体、ワーク一回解いて、ルーズリーフにもう一回解いて、で、それ以降は、問題見て心の中で答える感じ。もう書く、あのー、大体覚えてきてるから、問題見て心の中で唱える、その,こあの答えを。 っていう感じですね。だから書いて問題を解くのは計23回くらいワークルーズリーフでその後はこうやって隠しながらワーク見ながらこうやって「っと複雑な海岸地形アリアス海岸だよし合ってた」みたいなこんな感じでずらしていってますこんな感じで「ああこれねこれね」みたいなこんな感じでずっとこうやって。 答えてますねはいまずまあ暗記系、まあ、社会とか理科とかはこんな感じですねはい少しでも参考になればなってだってこのやり方だったら暗記系なら全部このやり方でもいけると思うからほら家庭科とか保健体育まあ世界史地理公民理科まあ理科たまにあの計算問題入ってるけどで理科 とかねできるから一番いいと思いますそれがはいまあ以上ですこんな感じでであと数学なんだけど数学どういう勉強法やってんだっけってさっき考えたんだけど数学は本当に何回も何回も解くのが一番だと思うからまず公式を覚えてその公式を覚えちゃえばそこに数字入れて計算するだけだから公式をまず覚えちゃった方がいいと思いますであのねこれ結構全教科こういう風に教えたらね結構長くなっちゃうのでもし英語とかそっち系も もっとノートとか見せて教えてほしいよっていう方いたらぜひコメント欄で教えてくださいはいじゃあえっと暗記系はこんな感じでしたでもやっぱりねロメも成績上げたいなと思った時に YouTube とか結構あの探したりして見てみたんだけどやっぱり自分に合った勉強法を見つけるのが一番だと思うので少しでも皆さんにこの勉強方法が参考になればいいなって思いますで英語なんだけど英語はまあ単語を何回ももう あのいっぱい書いてください覚えるまで,でいっぱい書いていっぱい書いて意味も覚えてで文法は問題を何回も解くのが一番だと思いますで英語はまあまあ得意な方なのであんまり単語と文法だけいつも覚えちゃいますねそれだけかな英語は そんくらいです。はいじゃあねまあ今回の私のあのテスト勉強法はこんな感じで以上なんですけどまあどうですか皆さん参考になりましたか？もう参考になればそれだけでもう十分かなって思うのででもう今ねもう。 受験シーズン、もう受験生の皆さん今がピークだと思うので頑張ってください。今1月だからさ、あと2ヶ月、約2ヶ月くらい頑張ってください。3月の入試。もう皆さん自分を信じて少しでも多くの単語を覚えて頑張って行きたい高校を合格してください。で、あの、これからもちょっとずつまた勉強法の動画やりたいなと思うのでもしね、受験生の皆さんとかあのリクエストとかあったらぜひぜひコメント欄に書いてください。皆さんのおすすめの勉強法もぜひぜひ教えてください。 また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。